北畑通常、北畑通常から1888年10月15日は、幕末の公家、明治期の内政官僚、新職、家族、感染兵庫知見事、男爵、良善神社宮寺、旧姓、小賀野、署名、これまろ、内大臣、小賀野県通りの4、男として生まれた。王政復古後、明治元年9月。 1> 第1次柏崎県知事に就任。おじや校の創立に関わった。柏崎県廃止により、知事を辞職し、明治2年4月10日、兵庫地検事に発令されたが赴任せず、同年5月19日に退任。明治3年3月、大阪兵学寮入寮。同年12月22日、終身家族となる。明治4年7月、 村上源氏の同族である北畠に改正。同年12月病のため兵学寮を大量し、その後、三島中継部心得、陸軍省医師補などを務めた。1877年6月、宮中志向となり、1884年7月、男爵を女爵。1885年4月、北畠下草などを祀る両前神社の宮司に就任した。 妻の雅子は死者石山紀省の長女。家督は没後、長男の活動理が継いだ。ありがとうございます。